はい、皆さんこんにちは、つんつんです。今日なんですけれども、ついに実装されました戦闘機紹介していきたいと思います。戦闘機ね、個人的にはマスタージュエルでも使っていたので、すごく好きなテーマでしたね。はい、なんでようやく実装されたので、まあ自分の中で早く使ってみたいなという気持ちがあったので、まあ井の一番にデッキ組んでみました。で、スキルですね、戦闘機動コンタクトっていうのがありまして、これで、デッキにエンゲージ2枚追加します。で、さらにカガリとハヤテとカイナを1枚ずつ追加するっていう感じなので、ここにカガリ、ハヤテ、カイナがいるみたいな感じになってます。はい、で、まあカードの効果に関してなんですけど、基本的にはこのエンゲージっていうのがエアーマンみたいな感じで、メインモンスターゾーンにモンスターがいない時に戦闘機の、カード1枚を手札に加えることができるんですよね。で、その後墓地に魔法カードが3枚以上存在する場合ワンドローできるっていう効果があるんですよ。こういう風に、戦闘機は魔法カードが墓地に3枚以上ある場合に追加効果を付与するデッキになりまして、魔法カードメインで戦っていくデッキになります。なのでこうやって魔法カードが非常に多いんですよね。で、初動に関してはこのレイちゃんが基本的に初動になりまして、こいつがいれば戦闘機のリンクモンスターって戦闘機モンスター1体でなることができるので、それで雫になったりだったりだとかっていう風にいろいろ変えていくっていう風なカードになります。で、レイちゃんの効果っていうのは後で、詳しく解説させていただきます。で、他の魔法カードに関してはウィドワンカー、これは効果無効できます。3枚以上いる場合相手のモンスターをパクることができます。で、シャークキャノン。シャークキャノンに関しては、相手の墓地のモンスターを1枚除外します。3枚以上ある場合は、そのモンスターをパクることができます。で、これパクるっていう効果が、基本的に戦闘魔法カードっていうのは、メインモンスターゾーンにモンスターがいれば使えないんですよ。なんで、そのメインモンスターゾーンのモンスターを処理する手段がないのであれば、このパクる手段っていうのは、フィニッシュの時、フィニッシュの時もね、結局、リンク数伸ばすために使うんだけど、攻撃できないから、フィニッシュの時だったりだとかに、パクるっていう効果を使います。で、ジャビングウェーブ。これは、セットされた魔法トラップ1枚破壊。で、3枚以上いれば、フィールドのモンスター1枚選んで破壊できます。まあ、戦闘機は、基本的には、対象を取る、カードが多いので、かつ打点が低いので、対象を取らないっていうモンスター苦手なんですよ。そういう時は、ジャミングウェーブを使って、魔法トラップ破壊しながら、選んで破壊の効果を使っていく。アフターバーナーは逆にモンスターを破壊。で、魔法カードを3枚以上存在する場合、ヒールの魔法トラップを破壊。っていう風なカードになっております。で、エリアゼロとマルチロール。エリアゼロはフィールド魔法で、カード1枚対象として、その後デッキの上から3枚めくるんですよ。そこに戦闘カードがあれば手札に加えて、残りはデッキに戻す。っていう風な感じです。で、戦闘カードがめくられた場合は、そのカードを墓地に送るっていう効果があります。で、2の効果。これが初動として機能します。効果でフィールドゾーンから墓地を送られた場合、デッキから戦闘機モンスター1体を特殊召喚します。なんで、エリアゼロを引いていると、エリアゼロでレイちゃんとかエンゲージとか引っかかったらもちろんそれが初動になるし、マルチロールがあって、このマルチロールは自分のフィールドのカード1枚を墓地に送るんですよ。そうすると、魔法カードの発動に対して相手は魔法トラップモンスターの効果を発動できないっていう風な効果が付与できるんですよ。で、これを使ってエリアゼロを墓地に送ることができれば、めちゃくちゃ強いって感じ。めちゃくちゃ強いっていうか、このエリアゼロの2の効果が発動できて、効果でフィールドから墓地を送られたら戦闘機一体特殊するんで、それが初動になるって感じです。なんでエリアゼロで、レイちゃんかエンゲージかマルチロールがめくれれば初動になるって感じだね。これを引いている場合は。だから初動は結構あります。あと増援ももちろん初動だしね。で、このマルチロールの使い方なんですけど、今回動画で紹介してないので今説明すると、これはですね、要はこのマルチロールの今言った墓地を送ってっていう効果使ったら、こっちが魔法カードを使ったら相手は何もチェーンできないんですよ。例えばですけど、転移とかで、じゃあ墓地にマニラいます、で竜騎士場に鬼人います、精神操作引いてるけど使えねえなーみたいな、マニラで無効って言われちゃうなとかあるじゃないですか。そういうのはマルチロールから入ったら大丈夫。マルチロールで1枚墓地に送ってから精神操作打てば墓地のマニラ効果チェーンできないとか、そんな感じの使い方ができます。なんでこのマルチロールのこの小技を覚えておくと、戦闘機の良さを引き出せるんじゃないかなと思います。
で、まあ他のカードに関しては、まあ実際リプレイ解説しながらやった方がいいかなと思うので、ちょっと今回はデッキ紹介の下り長くなりましたが、リプレイ2つ取ってます。先行の理想展開の仕方と、後手まくりと、1つずつ準備しておりますので、そちら紹介していきたいと思います。まず先行理想展開ですね。はい、やっていきましょう。相手のデッキなんだっけな、忘れました。あ、知らぬいだ。で、先行理想展開なんですけれども、こんな感じになってます。で、まずよ、マルチロール貼ります。で、なんでマルチロール貼るかというと、マルチロール貼った後に使った戦闘魔法カードの数まで、自分の墓地の戦闘魔法カードをセットすることができるんですよ。ただ、それでセットしたら除外されちゃうんだけど、エンドフェーズに。あ、エンドフェーズじゃ、使ったら除外されちゃうんだけど。これでリソースを使い回していくっていうのが戦闘機の強いところ。で、マルチロール貼ってから戦闘空域エリアゼロを貼ったので戦闘カードね。だから、回収することができるっていう1枚。これで1枚回収できる。まずエリアゼロを使って、このウィードワンカーセットしてから3枚めくりに行きます。1枚、2枚、3枚。で、レイちゃんめくれたんですが、今回シャークキャノンにします。なぜなら、マルチロールでここを指定することによってエリアゼロを墓地に送る。エリアゼロが効果で墓地を送られたからレイちゃん特殊召喚できる。で、このままレイちゃんを雫に、リンク召喚していきます。で、シャークキャノン、これは除外なので用途を除外していきます。で、月の書セットのマルチロール効果で、ビドワンカセットで、これ2枚使ったじゃないですか、シャークキャノンとエリアゼロで。だからこの墓地のエリアゼロをここに持ってくることもしようと思えばできます。でも、これはしないです。なんでかっていうと、エリアゼロを、ここ、フィールドゾーンに持ってきちゃうと、墓地の魔法カード2枚になるんですよ。あ、ごめん、1枚になるんですよ。で、次のターン、相手の書道を月の書に潰したとするじゃん。そしたら、月の書このまま墓地行ったら、エリアゼロをフィールドに持ってこなければ、ここプラス月の書に3枚になるから、戦闘魔法カードの付随効果使えるのに、エリアゼロこっちに持ってきちゃうと、付随効果使えなくなるんですよ。だから弱いから、こういう風に墓地の魔法カードの枚数見てどれだけ戻そうとかっていうのを決めたらいいって感じです。で、雫っていうのはエンドフェーズに墓地にない戦闘魔法カードを回収でき、デッキからサーチできるので、これでエンゲージ、次の衝動でね。で、次の衝動で言えばエンゲージで1枚何でもサーチプラスワンドローが入るっていうめちゃくちゃ強い、盤面を作ることができます。はい。で、相手ゴズキ出てきて、ここ月の書で、なんとここで、まあ、GG になるんですけど、まあ、正直、こんだけリソース差つければ、相手は巻き返すことが、並大抵のデッキじゃ無理って感じだね。で、ただ、戦闘機っていうのは、この月の書みたいな裏にする系が入れづらいし、伏せカードが、マルチロール入れちゃうと、あんま伏せれないじゃん。だから、ガバ伏せがあんまできないんだよね。そこが、ちょっとリンクスにおいては、魔法トラップゾーンが3枚しかないから弱いところ。マジでちょっと窮屈。だから仕方なく手札誘発入れてはいるんだけど、まあ実際にベーラーとかっていうのはセレーニアクセスみたいな流れがあるから入れたりとかするんだけど、まあでもリンクスにおいてはなんか月の書の方が強いよなみたいなっていうのは結構感じる。はい。で、次後手まくりだね。セイクリッドなんですけれども、後手まくりどんな感じでやっていくのかっていうのをやっていきます。はい、セキュリティの展開見たい人いませんね。はい、スキップします。成功取ってこられて、もうオメガなんだね。まあ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 戦闘機だからねっていうところはある。まずマルチロール貼ってから、エンゲージ打ちます。エンゲージでウィドワンカで効果無効にできます。なんで精神操作でこれパクリに行って、でウィドワンカっていう風にすると1枚使わせれたって感じだね。これで。で、精神操作、オメガ効果で、こいつら魔法トラップ効きません。そこに対して、ウィドワンカ効果無効って言いたいです。ダメです。ってなった感じ。で、精神操作はなんで相性いいかっていうと、魔法カードだからっていうのはある。魔法カードだからっていうのはあるんだけど、精神操作にパクるじゃん。パクったやつをマルチロールとか、エリアゼロとかで墓地に送れるんですよ。だから返さなくていいんですよ、相手に。だから、精神操作は、お手札としては強い。で、まずマルチロール効果でエリアゼロを墓地に送ります。そしてレイちゃん出します。で、こっからどう展開伸ばしていくかなんですけど、レイからカガリっていうのになるんですよ。カガリがめちゃくちゃ強いカードで、墓地の戦闘魔法カード1枚回収できます。これでエンゲージ回収で、これで墓地3枚あるじゃん、魔法カードが。だからここでエンゲージ打つんよ。そしたら1枚サーチプラス
はい、ワンドローでエンゲージを引けたって感じだね。で、もう一発エンゲージ打ちます。ウィードワンカープラスワンドローで、精神操作引けたって感じ。はい、で、雫になります。で、このまま雫で殴っていきます。で、今相手打点下がったんだけど、カガリは墓地の魔法カードの分だけ自身の攻撃力アップ、雫は墓地の魔法カードの数まで、相手の攻撃力をダウンって感じで、マルチロール効果でウィドワンカー回収で、エリアゼロも回収っていう風にします。これは墓地に3枚、魔法カードがあるので全然回収しちゃって大丈夫なやつです。はい、で、次ですね、相手ここ展開してきます。で、ここウィドワンカー打ちます。3枚以上あるのでこいつをコントロール取ることができます。で、ここで天狼接獄打ちまして、よいしょよいしょで除外していきます。で、精神操作打たれて、セイクリッドプレアデスに習えるんですが全然問題ないです。で、プレアデスでここ殴ります。で、殴られて、レイちゃんはこうやって自分の戦闘機リンクモンスターが相手の効果で破壊とかされたりフィールドから離れたり、戦闘破壊されたら特殊召喚できます。で、レイちゃんはさらに相手ターン中でも関係なくエクストラモンスターゾーンが空いていれば戦闘機リンクモンスターにシュッて切り替わることができます。なんでプレアデス効果つってレイちゃん戻そうとしてきても無駄って感じで、今回またあのウィドワンカー使ったので、あのマルチロールの効果でエンゲージ回収で、エンゲージここでまた打つことか打とうと思えばできるんですよね。で、精神操作でプレアデスパクリに行ったところをダメって言われました。で、エリアゼロ使って、エリアゼロでまた1枚2枚3枚めくって、はい、レイちゃん引っかかったので、じゃあ、このままレイちゃん出して、で、フィニッシュなんだけど、基本的にはこうやって相手の盤面ガラ空きにして1515をで、レイちゃん効果シュッてなって、15で殴って勝ちって感じで、一応紹介してないカードとしてはハヤテとカイナっていうのがいるんですけど、こういつらどういうカードかっていうと、ハヤテはダイレクトアタックができます。ちょっと待って、リンクモンスターだからちょっとこっち見なきゃダメなんだけど、ハヤテはダイレクトアタックできます。1号でダイレクトアタック強いよね、リンクスだと。で、プラス、計算ダメ計算後に戦闘カード1枚送れるんで、レイちゃんを横行としておいたりとかすると DD クローのケアとかできる。で、カイナ、カイナは特殊召喚に成功したら相手のモンスター1体を、相手ターン終了時まで攻撃できないっていう風にできるので、場持ち、レイちゃんからカイナになってここの場持ちを良くするっていう効果があります。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今日は戦闘機紹介させていただきました。参考になればぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。